は品番が C の5674です、うん、お色が今もぴちゃんが着ているのがブラックです。ブラックです。はい、そして私が着ているのがグリーン×ブラウンです。かわいい。はい、の2色展開となっております。はい、お値段いきます。じゃん、2590円。もう一回いきます。はい、2590円。イエーイ。はい、こちらが、うん、8月の23日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。なってます。はい、ではポイントお願いします。はい、まあ、何よりも多分この大胆な V ネックがめっちゃ可愛いですよね。そうなんで、インナーとか私今スクエアタンク着てますけど、グーちゃんみたいにタートルネック合わせとかこんな感じでしてもらっても可愛いし、もちろん T シャツとかと合わせてもらっても可愛いので、もうここはあえて見せて、なんかネックレスとかそういうアクセサリーとかも映える1枚になります。あとはこのね、手お袖と裾がフリンジになってるんですよ。めっちゃ可愛くないですか、これ。これ黒はこんな感じでね、うん、ここもすごいあのおすすめポイントとなっております。はい、はい、あとはこれはカットソーっていうか、なんかシャツ系の素材感なので、うんうん、ね、すごいさらっと着やすいし、まあ、デザインが柄なので、うん、あのシワ感もそこまで気にならないアイテムになってるのと、うん、まあ、あと丈感もすごい絶妙な丈感で、そうですね、お尻もまあほぼ隠れてるんですけど、うん、もちろんインでもあの満員とかでもアウトでもいろいろ楽しんでいただける一枚になってて、まあ、一気に秋らしく、はい、ちょっとシーズンコーデをチェンジしてもらえるアイテムになっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、ロゴ T の T、 ロゴの T とか合わせてもいいですか。もちろんですよね。絶対可愛い。さっきもぴちゃんがやってたちょっとロゴ見せとかも絶対可愛いと思います。で、私は今ね、シアのね、タートルね、うん、着てるんですけど、これリブのタートルとか合わせてもらっても真冬とかも着れると思いますし、うんうん、今の時期やったらこれ1枚でも着れるし、もぴちゃんみたいにスクエアタンクとかタンクとか合わせてもらえば、うん、秋口までね、はい、着ていただきやすそうなので、本当に使い回しやすいアイテムかなと思います。思います。はい、うん、うん、もうすっかり秋からですね。そう、ね、秋なの。あ、これもね、ちょっと近くでお見せしとこうかな。かわいいね、画面で映るよりかは緑、グリーンがね、若干ね、薄い。確かに確かに。画面で見ると結構濃いめのチャコールみたいな色に見えるかもしれないですけど、めっちゃ緑です。あの商品ページのカラーが一番、あのカラーが一番難しい色、うん、なので、うん、方そちらで見ていただければと思うんですけど、うん、ブラウンとグリーンです、ね、しかもなんかちょっとなんか、うん、このがっつりラインというか、ちょっとなんかぼかしてる、あ、そうそうそう、ぼやけてる、ぼやけてる感じがありますね、うん、かわいい、それが、うんうん、確かに、うん、あ、ワイドパンツ合いますね。そう、ワイドパンツ意外と合う。かわいい、かわいい。メインとかしてもいいかも。うん、良さそう、良さそう、良さそう、こんな感じ、うん、良さそう、うん、ね、うん、ぐーちゃんタートル黒いしも可愛いかな。絶対可愛いです。いいと思う、いいと思う、うん、あ、ウエストマークできるって。ウエストマーク OK してみようかな。あ、あそこにあります。あ、シアタートル使い、あ、使いました、じゃあ。シアタートル買いました。すごい使い回しやすそうです。ぜひこれ合わせてみてください。うん、しかもあのシアタートルって本当にスウェットにも合うし、ニットにも合うし、もう最強ですよね。いや、ま、でもめっちゃ何でも使える。うん、なのでおすすめです。うん、です。あ、え、ベッドめっちゃいい。え、いいね。いい、いい、いい。ちょっとあの黒に黒いか分かりにくいかもしれないですけど、こんな感じです。え、おしゃれ、おしゃれ。うんうん、めっちゃおしゃれ。え、私この合わせはいいと思います。うんうん、おすすめ。おすすめ、うんうん、かわいいです。はい、はい、ちょっとじゃあもぴちゃんにこのカラー着てきてもらおうかな。あ、オッケーです。じゃあ私一瞬だけ脱ぎますね。はい。あ、渡さんこれ。あ、いいです、あ、いいですよ、いいです、大丈夫。いいの、あ、そうそう、交換する。じゃあ今ちょっと今交換中です。はい。ちょっと今交換中です。交換中流しないように交換中、あ、ちょっとすごい、あ、あ、でもいい、いい、意外といけてる。あ、いいよ、いいよ、うん、はい、ちょっとこれ前にしようかな。はい、こんな感じで前にしても可愛いかな。はい、あ、いい、いい、いい、こんな感じ、いいですね。ブラックもこのパンツに合いました。はい、ぐーちゃんが着ているシアータートルですが、チクチクしますか。ちょっとタイトめですよね。あ、そうなんですよ。チクチクはね、全く私はね、敏感肌ではないのでチクチクはしないんですけれども、もしかしたら敏感肌の方はチクチクするかもしれないかな。うん、はい、ですがタイトめではあります。タイトめ、こんな感じ、結構ね、タイトな感じがあります。はい、うん、でもね、硬くないので結構ね、こんな伸びる。
だからね、フィットしてくれると思います、自分の体型に。はい、こんな感じです。うん、交換中、その交換中です。はい、厚さはどれぐらい薄めかな、ね、ちょっとフリンジあるから分かりにくいかもしれないし、私今ブラックだから余計に分かりにくいかもしれないですが、こんな感じ、結構ね薄め。ちょっとフリンジちゃんの置いてください。こんな感じです、分かりますか、結構薄め、うん、分厚くはないです、全く。はい、ちょっとフリンジがあるので分かりにくいかもしれないですが、はい、こんな感じです。うん、グーちゃんパンツの紐知りたいです。これね、ちょっと後で調べてきますね。少々お待ちください。うん。もーちゃん帰ってきたらちょっと調べますね。グーちゃん着てた方絶対もーちゃん似合うよ。絶対似合います。あ、今着ている。うん。かわいい。似合う？似合う似合う。はい。うん。あ、2人微笑ましい。雨やけどハッピーになるって。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、グーちゃんパンツの紐私も知りたい。ちょっと待ってくださいね、もっちゃん帰ってきたら調べますね。ちなみにこのパンツ私私物でも持ってます。はい、めっちゃ履きやすいです。そう、柔らかくて、柔らかいっていうよりかめっちゃ履きや、なんかちょっと履きやすい。はい、ロンティ合わせみたいで、じゃあ私もっちゃん帰ってきたらこのパンツ調べて、ロンティ合わせ、でもさっきロゴティ回して教えていただいてたんで、ロゴティにします。はい、すいませんが、はい、合わせてきますね。あ、いい、いい、ちょっとね、パンツはすごい悩んで悩んで、なんかもうちょっとベージュ系のパンツとかの方が可愛いかもしれない。でこれインナーで今日紹介したあのブラウス、うん、あのピスタチオとかあったブラウスをインナーに着てきたんですけど、こういうのなんか全然いけますよね。うん、いける、うん、ね、ちょっとロゴティにしようかと思ったんだけど、なんかこっちも可愛いかなと思って、こんな感じで着てきました。はい、これも可愛いと思います。はい、着ていきますね。うん、あ、グーちゃんのパンツに今からグーちゃんが調べてくれてる、調べてくれるので、はい、もう少々だけお待ちください。うん。あ、レジャーにもいいですね。確かにね、これは着やすいのもなんか一気におしゃれ。けど別に動きにくいとかはないので、うん、いいかもしれないです。はい。あ、ブラウス合わせにありがとうございます。いいよね、これね。可愛いと思う。うん。あ、ブラウン系のチッチさん、ブラウン系のインナーは何色が合いますか？これかな？え、ブラウン、インナーブラウンにしてでも個人的にはこっちの色かも。うん、なんか結構統一感があって可愛いと思います。はい、です。うん、ねえ、ちょっと下行きますね。あ、聞きながらこれ読んだから、素材はポリエステルですかって読んだ。あ、読んでないです。あ、 OK です。あやこさん、あ、素材はね、ちょっとお待ちくださいね。ポリエステル 75% とレーヨン 22% とポリウレタンが 3% 入ってるアイテムになっております。うん、ね、ジャケット羽織ってる感じにも見えますね。あ、確かにね、確かにジャケットにも見えるかも、これ見える、うん、見える見える、確かに見えますね。うん、はい、チャンさん、イーちゃんブラウスをインするのはきつそうですか。いや、いけると思う。今日のね、この私がインナー着てるのは今日紹介したブラウスなんですけど、あのイーちゃんブラウスもそこまであの素材感が分厚いとかボリュームがめっちゃあるわけじゃないんで、多分いけると思います。はい、大丈夫かと思います。身幅はね、これ結構ゆとりがあるので、うん、大丈夫そうでございます。はい。うん。あーね、色が可愛いですよね。あんまりない組み合わせも可愛いね。これはおすすめですよ。なかなかね、結構ブラックチェックは結構よく見かけるんですけど、こういうベージュ、キャメルとなんかグリーンの組み合わせはなかなか、でも一気に秋らしくなるので可愛いですね。うん。そう、これね、大好物のレイヨン入ってるの嬉しいって。そうなんです、大好物のレイヨンが入っておりますです、うん、あ、全身みたいです。 OK です、こんな感じです。なんか個人的にはパンツもうちょっとベージュ系の方がいいかもですね。なんかそっちの方が統一感出る気がする。それか黒のさっきの店舗デニムのスニクロとか、うん、にしてもらった方がいいかもですね。はい、ですです。あ、EGTV 残りますよ、これありがとうございます。あ、わかった。あ、ありがとう。はい、さっきの私が履いていたパンツなんですけど、品番が M3126 です。うん、 M3126 のカラーがオリーブベージュです。オリーブベージュ、はい、です。はい、です、はい、オリーブベージュはね、今はね、在庫ギリあるって感じです。三角になってます。さっきのやつやね。さっきのやつです。はい、そうできますよ、皆さん。そう、はい、ブラック着てきました。こんな感じです。かわいい。で、ちょっとロゴをね、
チラ見せしようと思ってロゴ着てきました。かわいい、あ、いいよ、好き好き、いいですね、うんうん、いい感じします、はい、うん、うん、ロゴティーかわいいね、ロゴティーかわいいですよね、うん、うんうん、ではこんな感じで大丈夫そうですかね、うん、かな、足もこんだけ切れたし、うんうん、2色展開なので、そうね、うんうん、また質問があればおしゃべりコーナーでいただければなと思います。思います。